ユニケージ開発手法とは、ユニックス系、オペレーティングシステム上において、コマンドとシェルスクリプトでシステムを開発する手法である。ユニバーサルシェルプログラミング研究所が商標権を持ち、研究、普及を行っている。データをテキストファイルで持ち、100種類程度の独自開発の短機能コマンドを、パイプ、リダイレクト等と組み合わせて様々なデータ処理を行う。 ことを特徴としている。データをプレーンテキストで格納し、シェルスクリプトでフィルタコマンドを呼び出して利用することが技術の根幹となっている。USP 研究所のウェブサイトにも記載されているようにガンカーズのユニックス哲学の影響を受けている。コマンドはユニックス標準のものだけでなく必要に応じて独自コマンドを利用する。パイプを多用するためプログラムの多くの部分で 並列処理が自然に起こる。マルチプロセッサシステム上のカーネルは、パイプラインで連結したプロセスを、パイプラインの連結数、または CPU コア数に達するまでわずかなロスで、並列実行するため、プログラマは、意図している、していないにかかわらず、並列コンピューティングを行っている。この特徴は、特に、バッチ処理の高速化に資する。ただし、そうと等。 標準ストリームの入出力を遮るコマンドがパイプライン中にあったりパイプラインの個々のプロセスの処理速度が大きく偏る場合は並列実行の効果は弱まる。例えば、ソートが存在する場合、ソート以前のコマンドとソート以後のコマンドは同時に実行しないし、パイプラインでつないだプロセス中で一番を襲い、プロセスより早く実行できることはない。ユニケージ開発手法には、 様々な作法がある。独自コマンドの存在とこのノウハウに基づく作法により、大規模システムへのシェルスクリプト適用を可能としている。独自コマンドの種類や仕様については、ユニバーサルシェルプログラミング研究所が管理している。アプリケーション開発者は、コマンド作成や改変を行わない。既存のコマンドの組み合わせでは、不可能であったり、 時間的な費用が高くなる演算が見つかった場合、議論を経て新規コマンドを提供する。新規コマンドの開発に慎重になることには以下の理由がある。以上のようにユニケージ開発手法という用語にはユニックス的な考え方を理解した少数部隊でソフトウェアの開発、管理、運用コストを低減する手法という意味合いが込められており、シェルスクリプトを書くということは その手段に過ぎない。u s p つくばいは短期間低コストでシステムを構築する業務システム向けのコマンド群。ユニケージ開発手法で使用するコマンド群であり、高速に動作するように C 言語で作成されている。ターミナルから操作するインタラクティブなデータ処理作業からシェルスクリプトによる業務システムの構築、業務用 Web アプリケーションの構築まで。 ユニックスの基本機能を最大限に活用する開発環境を提供している。機関業務システム、情報分析システム、データバッチ処理、高速検索システム、環状系システムなどにおける、シェルおよびシェルスクリプトの用途を広げるためのユニックス環境用コマンド群であり、開発パートナーや自社開発による内製化を目指すユーザー企業等にライセンス提供されている。 オープン u s p つくばいは上記エンタープライズ版 u s p つくばいコマンドの中から利用頻度の高いものをユニケージ普及のために MIT ライセンスの下で Python を使って再実装されたオープンソースのコマンド群である。ありがとうございます。